こんにちは、ベアマックス星号です。ハチテレはですね、コロナ対策のため引き続き在宅録音でお届けしております。ハチ内ではですね、ゴールデンウィークキャンペーンでログインボーナスや育成イベントなどイベント盛りだくさんでお送りしました。監督の皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。本校の選手もですね、夏大会に向けて合宿を行い盛り上がりを感じてきましたね。ハチ内といえばですね、6月に一つ大きなイベントがあります。監督の皆さん分かりますでしょうか。なんとですね、来月の6月27日にですね、ハチ内が3周年を迎えます。イエーイ。そしてですね、その3周年を記念してまずはこちらの企画を行います。じゃじゃん、こちらとなります。こちら3周年に向けてファンアートを募集いたします。ハチ内が3周年を迎えられるのは監督の皆さんが支えてくれたおかげです。改めてありがとうございます。ハチ内の3周年を一緒に盛り上げていきたいので、このような企画をご用意いたしました。応募していただいたファンアートは3周年当日、ハチ内3周年記念サイトでご紹介する予定です。募集期間はですね、本日5月14日木曜日から約1ヶ月間、6月15日の月曜日までとなっております。動画の概要欄に記載している応募フォームから監督名と ID、 そしてファンアートを送っていただくと応募が完了いたします。監督名はですね、ゲーム内と同じく最大10文字まで記入することができます。監督名や応募作品は公序良俗に反しない内容でご応募していただけると助かります。その他の注意事項はですね、応募フォームやゲーム内のお知らせでご確認ください。そしてですね、応募していただいた監督さんには9スター5個をプレゼントいたします。監督の皆さんと一緒に3周年を盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ参加してくださいね。他にもですね、3周年に向けて様々な準備を進めていますので、6月27日を楽しみにお待ちいただければと思います。ではですね、ここからはですね、ハチ内の最新情報をご紹介いたします。ハチ内ではですね、夏大会に向けての合宿で本校の選手が練習に励んでいます。今回はその合宿で甲子園という目標に闘志を燃やす選手がいるみたいです。イベントタイトルはこちらです。じゃじゃん。一心一意に一本道。イベントタイトルからどの選手が闘志を燃やしているかわかりますでしょうか。一といえばですね、もうあの選手ですね。このイベントでその選手のシーンもお迎えできるのでご紹介いたします。こちらです。じゃじゃん。いやー、めっちゃ可愛い、この朝日奈ちゃん。これあの就寝前の朝日奈ちゃんと天草ちゃんですね。学校とは違ったシチュエーションでどんな会話をするのかすごい気になりますね。こちらの朝日奈ちゃんの詳細はファーストの花属性の SR 選手で、固有スキル恥じらいのヘアケアでは打席時に自身のパワーミートを強化することができるので、攻撃時に活躍が期待できる選手となっております。前回のハチテレでもご紹介しましたが、こちらの SR の朝日奈ちゃんも5月下旬に開催されるイベントに有利な選手となります。一つ前の合宿イベント、ひとひらの望みもこぼさずにでお迎えできた月下にこぼす思いの椎名ちゃんと、今回お迎えできる SR の朝日奈ちゃんはオーダー編成に起用していると、獲得評価ポイントにボーナスがかかります。そしてですね、合宿中の選手がお迎えできるスカウトも同時開催いたします。こちらです。じゃじゃん。ハチ内プリンセススカウトです。こちらのスカウトではですね、シンデレラ覚醒ができる SSR をお迎えできるスカウトになります。今回ですね、シンデレラ覚醒ができる選手はこちらです。じゃじゃん。塚原ちゃんですね。いやー、なんかすごい素敵な美しい感じがしますね。これはあのちょうど合宿中に朝起きてこれから練習に向かうところみたいな感じなんですかね。あの塚原ちゃんのポニーテ以外を見たのが初めてな気がするので新鮮ですね。こちらの塚原ちゃんの詳細は、レフトの花属性のシンデレラ覚醒可能な SSR 選手で、固有スキルみんなで叶える願いは自身のミート、走力、守備を強化することができる選手となっております。そしてですね、こちらの塚原ちゃんはシンデレラ覚醒を行うと UR になります。どんなシーンになるかはこちらです。じゃじゃーん。いやー、やっぱアニメーションは嬉しいな。で、これあれですね、犠牲フライのシーンっぽいですね。はい、こちらの UR となった塚原ちゃんはレベルが120まで上げられるようになり、ポジション適正に投手の適性が追加されます。シンデレラハーモニーはですね、名称が健魂一滴で、条件が打席時戦術の犠牲フライを使用した時ですね。効果は犠牲フライ成功率が上昇し、犠牲フライで生還した走者の調子が試合終了まで1段階上昇するというものになっております。そしてですね、ハチ内プリンセススカウトでは通常の SSR と SR の選手もお迎えができます。こちらです。じゃじゃん。はい、SSR のヒイラギちゃんですね。
こちら合宿の練習が終わった後でユニフォームを着崩した珍しいシーンですね。こちらのヒイラギちゃんの詳細は中継ぎ投手の月属性の SSR 選手となっております。固有スキル積み重ねたものは自身のコントロール、球速、スタミナを強化することができるので安定した投球を期待できる選手となっております。同じくこちらのスカウトでは合宿中の SR の選手も迎えできます。こちらです。じゃじゃーん。はい、 SR の長谷ちゃんです。こちらの合宿の就寝時間でのシーンですね。シーン名が眠れない夜のお話なので、一体どんなお話を誰としてるのかが気になりますね。こちらの長谷ちゃんの詳細はサードの風属性の SR 選手で、固有才能の夜更けに明かす胸の内では守備時サードの時に味方全体の守備を少し上昇させることができるので守備時に活躍が期待できる選手となっております。そしてですね、塚原ちゃんのシンデレラ覚醒に必要なアイテムが入手できるイベントも同時に開催されます。こちらのイベントではですね、塚原ちゃんのシンデレラ覚醒に必要なアイテムやメモリアルリンクに使用するしおりの入手ができます。今後登場する選手のシンデレラ覚醒に必要なアイテムと変換できるきらめきコインの入手もできますので遊んでみてください。ぜひこの機会に合宿期間中の選手をお迎えしてくださいね。そして続きまして、驚きの速報となります。なんとですね、8月のシンデレラ9と2020年4月から現在絶賛放送中のアニメ玉読みが再びコラボすることが決定いたしました。ウェーイ。はい、こちらですね、八内玉読みコラボ決定ということで、めちゃめちゃ嬉しいですね。で、現在テレビアニメ放送中ですし、なんか何より一緒に女子野球を盛り上げていけて楽しめそうですね。再び開催される玉読みコラボでは、3月に登場した玉読みコラボ選手とイベントが復刻いたします。玉読みコラボ限定選手をお迎えできなかった監督さんは、ぜひこの機会にお迎えしてくださいね。またですね、復刻だけではございません。新しい追加コンテンツもあるとの噂です。詳細はですね、もう少し先の6月に入ってからお伝えできる予定ですので、ぜひ玉読みコラボを楽しみにお待ちいただければと思います。最後はですね、ランキングマッチの開催告知になります。次回のランキングマッチはですね、長打やホームランを競う形となります。開催はですね、5月末を予定しております。それまでにですね、パワーやミートの高い選手を育成してランキングマッチに備えていただけたらと思います。詳細につきましては今後のゲーム内お知らせにてご紹介しますのでお待ちください。ハチテレでは引き続き動画やゲームに関するメッセージをお待ちしております。お問い合わせのご意見ご要望で受け付けているので気軽に送ってください。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。